白蔵氏は、平安時代の古実書、連中書の一位本とされる文書である。白蔵氏とは、古実書、連中書の一本とされるもので、歴代皇帝の記事が何代目まで書かれているかなどの内容から見て、生じ年間頃に成立したと見られる。もともとは、高野山正智院に所蔵されていたものであるが、調査のため、東京帝国大学国語研究室が、 仮受けていたところ1923年9月1日、関東大震災により消失してしまい、現在は当時撮影した写真だけが残っている。最古の源氏物語の巻名目録を含んでいることで注目されており、橋本新吉によって紹介されたことにより、広く知られることになった。現在見られるルフボンの連中章は南北朝時代まで書き継がれたものをもとにして、 江戸時代に書き写された写本のいくつかを競合したものであり、白雑誌とは収録されている項目が少なからず異なっている。ルフボンに含まれているが、白雑誌に含まれていない項目と、白雑誌には含まれているが、ルフボンには含まれていない項目が共に存在するため、単純にどちらかがどちらかから派生したのではなく、共通の素本からお互いが派生したのであろうと考えられている。 ルフボンとは大きく異なるものの、冷泉やシュグレテイ文庫において最近発見された現存最古となる文英年間の成立とみられる伝従賞の写本とは比較的近い内容を持っている。伝従賞とは古実書と呼ばれるジャンルの書き物である。古実書とは昔の百科事典等と説明されることもあるが、基本的に様々な事物の名前を それぞれの決められた順に並べてあるだけの書き物であって、書いてある事物には番号を振ってあったり、ごく簡単な説明を加えてあるだけで詳細な説明を加えてあるようなことはあまりない。このことから考えて、古実書とは基本的に何かの意味や内容を調べるためというよりは、物や事柄の名前や表記を確かめるだけのための、貧乱とでも言うべき書き物である。 連中書とは、この古実書の一つであり、平安時代末期の歌人、藤原助隆が八条院のために表したとされているもので、古実書の中では、比較的ポピュラーなものの一つである。すだれとは、ミスのことであり、連中とは、鬼人のことを意味するもので、そのような鬼人のための手引書という性格を持っていると、される。本書はこれ以後に成立した、古実書、日中歴などにも、 大きな影響を与えている。いずれも江戸時代の成立と見られる、宮内小本など5本を底本に競合し1900年から1903年にかけて、近藤活版書から出版された、改訂史跡集乱の第23冊に収録されたものが、連中章のルフ本と言える。源氏物語には、しばしば単独の文書として、あるいは注釈書、公害書、固形図の一部として、 写本の冒頭や末尾に巻名をその巻上に従って並べて記した文書が存在しており、これを源氏物語巻名目録呼んでいる。この白蔵紙は音楽の次の上にいる布本の連中章には含まれていない源氏の目録と題された源氏物語の巻名目録を含んでいる。この源氏の目録は現在では写真版でしか確認できないものの、 具体的に内容を確認できる、現氏物語の巻名目録としては、最古のものである。この巻名目録は語記、語者と思われるものも少なからず含んでいるが、次のような特徴を持っている。小文字は、原文でも、小さな文字で二段に書かれている。関数字は、原文に書かれている。アラビア数字とその後の漢字は、現在の通常の巻序と巻名を付記したものである。 巻除について、柏木から幻までは、若菜を一条に数えて、雲隠れを数える数え方と、若菜を上下二条に数えて、雲隠れを数えない数え方を併記した。源の死の目録。ありがとうございます。